古い道の魅力っていっぱいあるんですけど、いろんな歴史の痕跡に出会えるって一番面白いです。道端にお地蔵様とか歴史の痕跡が結構残ってる。実は昔渋谷には渋谷城って言われるお城があったんですよ。駅の原宿は実はもともとは原宿村の外れの外れで、本当の原宿の中心はあそこじゃないんですよ。古い道なんで古道って言いますけど、その古い道を歩いていきたいと思います。中目黒にやってきました。やってきました。実はですね、この信号のとこを横切っている道は700、800年ぐらい前からある古い道です。ここで左見てください。斜めに自転車を覗くって書いて進入禁止のある道ありますよね、はい、あれが古い道です。なんかね、全部まっすぐなのにこの道だけちょっと滑らかになってて斜めにくっついてる上にくねってるでしょ。道ってそうそう簡単に潰せないので、幅広くてまっすぐな道から古い道がもよんと伸びてる。でこれからですね、向こうから歩いてきたという体であっち抜けます。どれだけ街がどんどん新しくなっても隠しきれない歴史の痕跡っていうのが残っていて、それが一番の面白さだと思います。ここでポイント。宿山橋。宿山の宿は実はこの道は昔からの道で、この登ったところを昔から宿山って呼ばれてるんです。つまり宿場があった、そこの山の下の橋だから宿山橋。宿っていう地名が古くから残ってれば、そこは古い街道が通ってた。地名がその何百年か前に案内してくれるみたいな。そう。ここで途切れてます。さあ古い道はここどちらに行ったでしょう。とりあえずね、ヒント、この辺は全部ね、しばらく左右どっちも崖です。あんまり急坂だと登るの超大変。緩やかに伸びてるこの道ですか。正解、それです。なるほど。で左手に行くとまっすぐ登ってるじゃないですか、うん、これは新しい道です。車がちゃんとも急坂登れる時代の道。はいはいはい。古いから緩やかな道で、そう、なるべく緩やかに、ちょっと遠回りになっても緩やかに上まで登れる。この坂道は江戸時代にめきり坂っていう名前が付けられました。石臼の芽を切る職人が住んでいた。で今まで歩いてきた道は昔の鎌倉街道です。え、鎌倉街道なんですか。これ鎌倉まで続いてるってことですか。そう、続いてるっていうか続いてたというか。幕府があった時の中心は鎌倉だったので、鎌倉につながる道が大量にありました。実はそれこそ愛知県にもあるし、全部で一応まあ7本ぐらいあったんじゃないかなって言われてます。代表的なものは上津道、中津道、下津道って上中下ってついてます。でここは鎌倉と東北地方を結んでいた中津道。じゃこれから鎌倉街道をたどって渋谷にある渋谷城、これからその歴史を探しに行きましょう。結構くねくねが続いておる。いいでしょ、なんか極端じゃなくて程よくくねくねしてるところがですね、こう古い道の楽しさ。昔の街道って高台通りたがるんですよ。高台は遅くまで日が当たる、大事じゃないですか。そういうこと。そっか、電気なかったからやば。もう一つは敵が攻めてくるとき下から来るから守りやすくて、敵がどこにいるか分かりやすい。で昔はですね、ここ富士山がよく見えるので、ここに富士山から持ってきた溶岩なんか使ってミニ富士山作ったんですよ。ここに登れば富士の登頂したことになる。渋谷区になりました。ここ登ったところ代官山です。で代官山の角にひっそりと江戸時代のお地蔵様です。ここの味噌、右大山道、左祐天寺道、道しるべなんですよ。これお地蔵さんがあるっていうのはもう古い道っていうのがもう一目瞭然。神社ですか素敵。神社と古墳が丸ごと残ってるんですよ。
こっちから見ると左側に古墳があって右側に海が見えて自然豊かな感じ残ってて、そう。ここは今は八幡通りっていう名前で普通の道ですけど、昔は鎌倉街道と言われてて、この坂を登りきるとじゃん、左手に渋谷にこんな巨大な鳥居があるんですよ。金王八幡宮、渋谷を代表する古い神社です。平安時代創建と言われてます。でここに渋谷城と呼ばれる館があったんです。神社のご利益として交通安全があります。でこの前の通り、鎌倉街道と大山街道がちょうど交わってるあたりにあるので、完全に交通の要になる部分、渋谷城というのが領地の中でだいぶ端の方にあるんですね。これは何かっていうと、そういう交通の要にあったからなんじゃないかっていう推測ができます。じゃあ街道を守るためというか、監視するためにここにお城を作る。そうですね。それって断言することはできないんですけれども、まあ、一応神社としては渋谷っていう名字を授かった一族がここにお城を建てたことがこの土地の由来になっているというふうに神社では、はい。原宿も宿なんですよ。駅がある場所と本当の原宿があった場所って全然違うんですよ。で歩いてきたのがおなじみの竹下口交差点。竹下通りだ。ここね、今道路何本だ、 1,2,3,4,5 サロン。このうち1本が道路のつながり方がここ不自然じゃないですか、あんな斜めに。これはですね、鎌倉街道じゃないんですが、少なくとも江戸時代の絵図にはちゃんと載ってる古い道。こう山というか丘になってたんですか。そうそう、斜面はゆっくり曲がりながら登る古くからの道、俗に言う裏原。裏原の方が元の原宿にちょっと近いっていう不思議なことになってます。左手のお寺がですね、妙円寺。昔は結構お寺とかを砦代わりに使うことあったんですよ。領主さんが来てパッ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 とかでも戦えるようにして、戦いの時に守る拠点。ここにあるんです、原宿発祥の地。そう、こちらが原宿発祥の地ということで、はい、今この辺り一帯は神宮前という名前に変わってるんですけども、もともとは原宿という名前でですね、確かにここが原宿があったんだということを示すために昔の渋谷区長さんが字を書いてくださって、それで建立されたと聞いています。昔は本当に今と全然違ってですね、それこそ原っぱの中の宿と書くように、今とも全然イメージが違ったんじゃないかなと思います。じゃあもう原っぱの中にちょっと道があって、はい、そこの宿場町みたいなのがポツンとあったって感じなんですか。はい、おそらくそうだと思います。この辺から向こうが鎌倉街道で、渋谷の金の八幡宮前の通りの続き、渋谷の金の八幡宮前の通りと原宿の間って結構古い道が失われていて、細かいルートがよく分かんないんですよ。もう諸説ありますっていう感じで。勢ぞろい坂。勢ぞろい坂、変なの。鎌倉街道を来た源氏の軍勢が一回ここで勢ぞろいして、はい、それから出発したっていう伝説があるところで、勢ぞろいした武士の中に渋谷市などの祖先が参陣していたという伝説がありますと。じゃあもしかしたら神社とつながりがあるかもしれない。
この先鎌倉街道は多くの本だとここ曲がってそこ右に曲がるっていうルートが書いてあるんですが、古い地図だとここまっすぐの道がまだ描かれて、国立競技場のところに向かってまして、このまま東北地方までつながっていたと。